ご覧いただきありがとうございます。今回は FC 大阪 J リーグ参入できるか問題についてお話ししたいと思います。というよりですね、ミーオ・ビワコ氏が JFL 残留できるか問題とも言えると思うんですけれども、今年の8月に奈良クラブ J リーグ参入できるか問題ということで取り上げたんですけれども、その動画を取り上げた時点ではホームゲーム残り5試合で奈良クラブは約2万人近い集客が必要だったんですけれども、対する FC 大阪はその時点で約1万人集客すれば OK と、奈良クラブよりですね半分も少ない観客数で良いという状態だったので、これ FC 大阪すごいやんと、集客順調じゃんと思ってたんですけれども、ご存知の通り奈良クラブはキングカズ効果もありまして見事全条件がクリアとなったんですが、 FC 大阪は今のところ観客数以外の条件、これはまあ全てクリアしているものの、 J リーグに参入するには明日11月20日に行われるホーム最終戦で3732人の観客数が必要となっています。で、この3732人でパッと聞くと、まあ、いけるんじゃねって思いそうなんですけれども、プロの J リーグである J3 でさえもですね18チーム中10チームが平均入場者数は2000人を切ってますので、まあ、3700人超えとなるとそう簡単なラインではないのかなというふうに思います。で、今回の FC 大阪 J リーグに参入できるか問題はですね少しカオスな状況となっておりまして、この JFL のレギュレーションとして下位2チームが JFL の下のカテゴリーとなる地域リーグに自動降格するという、まあ、規約となっているんですけれども、ただプロの J3 からこのアマチュアの JFL に移るという仕組みが今のところはないので、アマチュアの JFL からプロの J3 に参入するチームが出た場合、 JFL のチーム数を維持するためにJFL から地域リーグに自動降格する数がですね減らされる仕組みになっています。すでに今現在首位にいる奈良クラブが J3 参入を決めていますので、この JFL から地域リーグに自動降格する数が一つ減りまして、で現在15位のクリアソン新宿が地域リーグへの降格を免れたと、奈良クラブのおかげで免れたという状況でして、しかしこのままですと今最下位にいるミーオ・ビワコ氏がは地域リーグに降格となるわけなんですが、なんとですね FC 大阪のホーム最終戦の対戦相手がこのまさかまさかの最下位のミーオ・ビワコ氏がが対戦相手となっているんですね。で、J 参入を目指しているこの FC 大阪がですね、最終節のミーオ・ビワコ滋賀戦で3732人以上の観客動員数を達成すれば、FC 大阪は J リーグ参入の夢が果たされまして、さらに JFL から奈良クラブと FC 大阪の2チームが J リーグに参入となりますので、 JFL の自動降格が今季はなくなるということになりまして、対戦相手のミーオ・ビワコ滋賀も JFL に残留することができるという、両チームともにですね進退がかかった一戦となっています。基本的にですね、こう昇格とか降格争いってなると
まあ、勝ち点とか得失点差とか、当然こう勝敗の争いになるのが通常なんですけれども、まさかのこの試合は両チームともに観客数がかかったというかなりカオスな状況です。で、この両チームともに観客を呼び込むことが必須となっているこの状況で、 FC 大阪はですね、 J リーグ参入のために必須である3732人、これはまあクリアするやろうと、それよりもですね、こんな両チーム利害が一致した状況っていうのはなかなかないということで、なんと FC 大阪は 16,219人超えプロジェクトと銘打ちまして、 JFL の歴代最多入場者数、これを更新しようという、さらに上を目指した一大イベントを立ち上げているわけなんですね。で、この JFL の歴代最多入場者数は、今年国立競技場で行われましたクリアソン新宿と鈴鹿ポイントゲッターズとの試合になりまして、 16,218人で、2位がなんと奈良クラブが条件突破を決めました、奈良クラブ対鈴鹿ポイントゲッターズの 14,202人となっていまして、2試合ともキングカズ効果という、こうすごい現象ですね。で、ちなみにこの今画面に出ているチラシなんですが、このチラシを持参すると2名様までスタジアムに無料招待となっているんですけれども、聞いた話によると、このチラシが写った写真、この写真のこの画面を提示しても入れるという、もうちょっと何でもありの状態になっているようです。で、試合は13時からキックオフなんですけれども、朝の10時から会場周辺ではですね、飲食ブースであったり物販ブースとか体験ブース含めて、まあ、52点ほど並びまして、で、さらに元日本代表のラモス瑠偉であったり、プロ野球の阪神で活躍した糸井のトークショーが予定されてまして、まあ、豪華ゲストが登場するというかなり力が入ったイベントとなっています。で、試合が行われます東大阪市花園ラグビー場は 26,544人の収容ができますので、まあ、このね、大きいイベントと絡めて、これはもしかすると JFL 過去最高記録をもしかしたら抜くんではないかなと思っていたんですが、なんとですね、明日の東大阪市の天気がまさかの雨という、なんと FC 大阪は持っていないんだと、三尾琵琶湖滋賀はなんて持っていないんだと。奈良クラブと鈴鹿の試合はですね、10月下旬とこう思えないような、もう暑い暑い晴天で、天気にもかなり恵まれていたんですけれども、 FC 大阪どうしたんやと。で、まあ別に FC 大阪悪くないんですけど、ただある意味持ってるなと思うのは、この出店が並ぶ朝の10時から試合が終わる3時までは曇りの予報なんですね、まあ、そこだけ曇りと、まあ、これはこれですごいなと、まあ、どう捉えていいのかちょっとわからないんですけれども、まあ、ちょっと天気が最悪の状況と。で、試合が行われますこの花園ラグビー場をですね、 Google マップで見てみると、まあ、このメインスタンド以外はやっぱり屋根なしという状況でして、まあ、この屋根なしで天気が雨という状態なので、まあまずJFL 最多入場者数を突破という記録更新っていうのは、まあ、まず厳しいでしょうと、まあ、それよりもですね、天気によっては J リーグ参入の最低ラインとなるこの3700人超え、これもいけんのかとちょっと心配なんですよね。やっぱり奈良クラブと鈴鹿戦の試合見に行った時も、
親子連れが異常に多かったので、おそらく奈良クラブは地域周辺の学校などに無料招待券とかを配布してたと思うんですけれども、これが雨となるとですね、やっぱり普段サッカーの試合を見に行かない親子連れの層っていうのはなかなか足が遠のくと思うんですよね。まあ奈良クラブのね試合見に行った時も、こう周りのお母さん方とかお父さん方の会話が耳に入ってきまして、まあ聞いていたんですけども、結構やっぱりそもそもサッカーのルールを知らないという人たちが結構多かったので、これはちょっと雨となると厳しい状況になっているんじゃないかなと思います。まあ、とは言ってもですね、関西圏に J クラブが増えるっていうのはやっぱり嬉しいですし、まあ、我が大阪に3クラブ目の J チームが誕生するかもしれないという歴史的な日になると思いますので、まあ、天気はめちゃくちゃ悪いんですけれども、僕もスタジアムに足を運んでですね、 FC 大阪が J リーグ参入達成となる、まあ一助になればなというふうには思っています。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。